時3分。5話終了しました。速報でございます。はい。日経金から見てみましょうか。はい。381円プラスね。で、トピックス18ポイント、マザーズも。まあ、算数も上げましたね。うん。で、まあ一応日経金ね、節目3万2000円は、なんとかキープ。で、トピックス2292ポイント。おー、オーメン。マザーズは666ポイントね。日経平均値上がり172に対して値下がりが48と。はい、いうことです。はい。うん。ちょっと業種別見ます。うん、はい。今日は珍しいな。サービス業はトップだね。値上がりトップ、サービス業、精密、まあ、半導体、不動産、電気機器ね。はい、この辺が上がってます。バーっと 1%。うん、保険業とかね。はい。それと、まあ、値下がりっていうか、ちょっと石油ね、系が、石油がマイナスですけど、まあ、そんなに大きくは落ちてないということですね。うん。はい。はい、なんとかまあ、3万2000円はキープしたなーって感じですね。はい。日経、なんとか3万2000円キープです。うん。はい。それと、ちょっと個別銘柄見てみますね。さ、個別銘柄、ちょっと目立った銘柄だけ見てみます。まあ、小売業がね、まあ、若干買われたかな。おー。ね、好決算、11月の高配当とね、まあ、優待ですね。サムティが、うん。まあ、一応俺のアノマリー、このパターンでいくと、まあ、11月まで上がりそうな。ね。まあ、サムティ、好調に上げてますね。はい。おー。あ、ライズアップがすごいね。ライズアップ。ね。はい。ライズアップが、調子よく上げてますよ、ね。はい。あとは、あ、これとスシローか。スシローも2500円回復してますね。はい。スシローも回復してます。うん、ねえ、いい感じじゃないですか。自動車はそんなにか大きくは変わってない、うんうん。ワークマンがどんどん起こってくんだよね。ね、ワークマン。だからワークマンがどん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 。どん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 落ちるなぁ。ねえ。ワークマンが底なしのものです。あと、モノタロウか。まあ、まあ、すっごい気持ち反発したかな、モノタロウがね。ずっと売られまくってた、モノタロウは。少し反発。あとはリクルートか。まあ、リクルートが大型株ではちょっと上がってます。リクルート。はい。うん。そんな感じですかね。あと何、うん。あとは高決算出したイオンか。イオンとか、この辺なんかも、ね、またちょっと反発して買われてますよ。はい、イオン。スーパー小売りが今日は強かったのかな。うん。はい。証券もそんな考えか。はい。ちょっと話題の銘柄、ギグワークス。まあちょっと今日は急落ですね。ギグワークス。はい。こんな感じです。まあ強いというか、まあ、今日はそこそこ買われたのは不動産。東急不動産15円。三井不動産39円プラス。はい、三菱地所31円。はい、野村が22円に、住友不動産51円。明和地所。そうでもないか。ヒューリック。ね。はい。そんな感じでございます。うわ！モイがとうとう300円割った。モイ。モイが300円割りましたね。とうとうね。はい。バンクオブイノベーション170円プラスね。うん。はい。おー、アイスペースがやっぱ売られてきたな。
アイスペース、さあアイスペースが売られてたよ。うん、はい。あとそうだね、こんな感じか。あとはね、俺はまだ入ってないですけど、まあね、国土開発もちょっと急落してます。国土開発ね、うん、はい、ちょっと大きい方します。国土開発、はい。それとあとは、うん、あとはまあ日経がね、まあ暴りましたんで、まあビックスとかはちょっと落っこってるかな、56円。あとダブルインパースとかね、これなんかもちょっと落ちてる。1571のインバ、この辺も落ちてます。はい。あと、あとはあれかな、あ、クシム。おお、ちょっとクシムも来てますね。クシムね、はい、クシム調子はよく上げてきてます。はい、調子ですよクシムね。はい、クシムもよく上がってます。ね、クラブ。クラブも12円プラス。GFA、ちょっとやばい。ソース、あ、ソースネックスが久々に少し買われたか。ソースネックスで。はい。こんな感じかな。あとは、そうですね。こんな感じか。あ、まあ、決算。ね、まあなかなか高決算出したんですけど、また売られましたね。まあ材料出尽くして下げてる。鉄人化計画ね。はい。はい、鉄人化計画も売られてます。はい。次。そうです。昨日ね、ちょっとグロースで、ちょっと売られすぎた。エネチェンジとかは。まあちょっと反発かな。エネチェンジ。ね。はい。まあまあ少しマザーズは回復したか。ガス電力も そんなに変わんないね。あ、例の。で、話題の、ね、優待がいいってことで。ラストワンマイなんとかね。はい。こちらも連日の急騰です。ラストワンマイルか。はい。こちらも連日、急騰しております。はい。あとは、ちょっとここ最近サンリオがですね、急落してますね。サンリオ。いや、昨日も暴落したよね。すごい落ちようだね。ね。すごい落ちようだな。ねえ。まあ、これ今年の8月から結構ガーンと落っこってきてるね。もう2000円ぐらい落っこってんね。急にね。サンリオもちょっと今急落中でございます。はい。サンリオ。あとそんな感じでかな。ちょっと大型株見てみましょうか。大型株。銀行株はそんなに今日は大きくは動いてないです。そんなに動いてない。はい。じゃあユニクロから見てみましょう。ファーストリテイリングで290円プラス。はい。M3 47円。東京エレクトロンね、ちょっと今日上がってます。ファナックは上がってない。ソフトバンク169円プラス。はい。おお。あとちょっと値が下がる。TDK がね。はい。TDK は年初来高値です。ね。はい。TDK がいいですよ。おお。あと、ネガサ、ダイキン工業とかもちょっと今日は買われてますね。ダイキン。はい。2万3000円を回復ですね。はい。ダイキンも買われてます。はい。おお。まあ、決算は良かったんですけど、セブンアイはちょっとまた売られてますね。はい。年初来安値です。はい。それと。
海運もそんな変わんないっす。海運もそんな動きはない。はい、日本郵船。はい、川崎汽船14円プラス。はい、商船三井24円プラスね。はい。まあ、海運もそんな大きな動きはないですね。うん。ほんでね、ゲーム株か。最近ちょっとゲーム株がぐーっと売られたんですけど、まあ、ゲーム、大手のね、コナミがちょっと吹いてます。コナミが306円上がって、カプコンか。カプコンも89円。はい。そんでね、最近売られたバンダイナムコ。バンダイナムコが超反発してます。はい。それと、あとは、ちょっと不思議とね、スクエアが年収来安いですね。スクエアエニックスは。エニックスは叩き売られてますね。うん、はい、そんな感じですかね。はいはいはい、こんな感じです。あとはまあ全体的に半導体にはちょっと買いが入ってる感じですかね。うん、半導体関連、まあローツェとかね、1080円、ローツェ。はい、芝浦220円プラス。新月は40円プラスか。ソシオネクストで280円、レーザーテック395円、はい、フェローテック37円プラス、ルネサスは15円、サムコ10円、村田で36円、はい、東京エレクトロン485円か。はい、アドバンテストで52円プラス。はい、ミマツハンド、ロームがマイナスでしたな。安川電機で52円、ディスコで655円。はい。太陽油田30円です。はい。まあ、こんな感じですね。うん。うん。はい。こんな感じか。うん。はいはいはい。まあ、めちゃくちゃ大きな動きはそんなないですね。うん。はい。銀行株もそんな動いてないです。はい。お、ちょっとメルカリか。ちょ、連日メルカリがまあ上がってますね。メルカリが連日上がってると。ね。はい。はいはいはい。そんな感じです。うん。うん。まあ、商社もそんな動きないです。お、ね。五大商社もそんな動きない。うん。さあ。で、ちょっと今日は軍事関連、ちょっと小型の軍事関連、最近調子よかったんですけど、小型の軍事関連が売られてると。小型、ね、細谷加工56円前です。はい、石川製作所も50円。はい、飽和工業17円前です。まあ、小型に限らずあれか、大型株もか、売られてるか。あとあれですね。飲食店。うん。その辺買われてるかな。ね。磯丸水産。SFP とか磯丸水産いいですよ。あと、串カツ田中、居酒屋、串カツ田中39円。はい、サイゼリアも150円プラス。いいですね。はい、スカイラークも32円プラス。はい、くら寿司45円。マクドナルド30円プラス。お、吉野家もいいですね。吉野家も3。はい、松屋フーズ。全勝も一応7000円は回復してます。うん。外食、ね、レストランとか買われてますよ。うん。はい、次は？ちょっと再生可能エネルギー関連、自然エネルギー、A バランスが久々にちょっと急騰してます。A バランス、エネチェンジ41円プラス。はい、レノバも30円プラス。はい、ウエストホールディングス40円プラス。はい、セイコー電気通かな、これも33円プラス。はい、イーレックス22円プラス。ね。まあ、こんな感じで、再生可能エネルギー関連もちょっと上がってます。うん、おー。はい。そんな感じです。おー。ちょっと子供関連のベビーカレンダーがちょっと急落してます。ちょっと理由はわかりませんけど。はい。そんな感じです。うん。ね。ちょっと半導体とかサービス業とか、あとは飲食店、ファミレスとかね、その辺上がってますね。うん。
結局はまあ、日経平均は、まあ、3万2000円は回復したと。ね。はい、3万2000円は回復していると。381円プラス。3万2040円です。はい、そんな感じでございます。はい。ね。サラサラさん、こんにちは。ダイさんもよろしくお願いします。マロッシさんもありがとうございます。サーちゃんさん、こんにちは。シンジ君、シンジさん。ね、これで最後ね、上がりましたね。まさみつさんもよろしくお願いします。赤井さん、こんにちは。なっちゃんもな、佐世保から出ます。お疲れ様、サムティ、私を持ってます。上がってくれて。サムティ上がると嬉しいで、なんか、もう優待もいいし、配当もいいじゃないですか。サムティね。サムティ、私も持ってます。ね、サムティ。ね。ゴゴさん。ゴゴさん、こんばんは。こんばんは、ゴゴさん。初ですかね。ね。竹澤さんも群馬からやってます。ね。はい、ヒデさん。ヒデさんもありがとうございます。ヒデさん。ポンポさん。KY さん。つかつかさん。つかつかさんもこんにちは。まことさんも沖縄からやってます。まことさん。大阪のもぐろさん、お疲れ様でした。ね。朝寄り付き、そう。朝はね、朝500円以上開けてましたよね。朝はぐーっと。朝はね、ばっと自分の含み益もすごかったんだけど、なんかぐーっと売られて、また最後またちょっとまた上がって。まあ、こんな感じっすね。今はもう、なんだろうな。うん、まあまあ、仕込み時と考えていいんですよ。うん、ね。そう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 。まあ、ね、安くなった有料株拾っておきましょうよ。うん、で、放っとけばいい。うん、朝寄り付きから調子良かったですが、うん、途中から垂れてしまい、結果的には若干下増えた。程度。まあまあまあ、いいんじゃないですか。アンジェス持ってますか。アンジェスか。釣り傷三平でホールドしてますが。魚いない駅で。そうそうそう。三平じゃん。なんかね、アンジェスね。大阪のもぐろさんって大阪なんですか？じゃあちょっとアンジェスを応援したいって、まあアンジェス大阪ですからね。大阪の、まあ、企業っていうか大阪ですからね。まあ、応援したい気持ちはわかりますけど、ね、ちょっと。アンジェスか。今アンジェスなんか83円だっけ？なんだっけ？いや、そう考えると落ちましたね、アンジェスもね。ねえ。まあ、ちょっと、ワラントやるとこはちょっときついよね。ああ、82円か。ねえ、アンジェスね。これね。ああ。きついね。アンジェス。はい。はい、そんな感じです。まあ、グロースブームが来ればね、またなんかわけわかんなく上がることもあると思うんですけどね。マザーズブームね。ああ。ね。アモクさん、今日もお疲れ様でした。上がってる日はやることがなくて。上がってる日はやることがなくて。ねえ。ボビちゃんさんか。財閥さん、お疲れ。ボビちゃんさん、お疲れ様です。はい。そんな感じです。終わりにしたいと思います。まあ、そんな動きはないっすよ、今日は。うん。まあ、ちょっとね、売られすぎたのは買われてるみたいな感じ。うん、はい。以上です。また明日もよろしくお願いします。失礼します。